お疲れ様でした。お疲れ様でした。喉は大丈夫ですか？今ちょっと微妙ですね。なんか今ちょっと声がガラガラになってきた気がする。なんで無事に終わってよかったですけど。何がガラガラしてくるのか。なんか喉が乾燥してる気がして。あ、この部屋のね。そう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 、それでなんか最後らへん急に。いや、なんかね、途中からね、おじいちゃんみたいな感じの声が、ね、声が出ません、声が出ません。そう、おばあちゃんでもなくおじいちゃんみたいな声になって、なんだろうなと思ったんですけど。私はこのまま喋れなかったらどうしようっていうか、もうこの状態で喋らなきゃいけないのかなって焦りつつ。あ、もちろんあれですよ。いいですか？もうその状態だったら僕絶対そのままでもフェード上げて喋ってくださいって言いますよ。もちろん。ツッコミどころ満載になりますよね。まあ無事終わりましたけれども、なかなかメールをね、今回も紹介する時間がなくて申し訳ありませんでした。来週こそはね、もっと紹介できるようにしたいなって思いますけど、ね。まあいろんなパブリシティとかね、宣伝ものもたくさん入れつつ、はい、皆さんから届いたメールも紹介していきたいと。さっき番組終了直前にね、はい、例えばもう番組のオープニングからメールどんどん紹介していったらどうですかというのが来ましたが、そうですね、番組中のが紹介できないんだよね。そうなんですよ。問題は、うん、初めに来たメールはもうオープニングで紹介はできるんですけど、 そうですね、はい、その途中紹介したいのがなかなか時間が取れないと、はい、頑張りますけれども、はい、うまくいかなかったらすいません。そうなんです。また来週もよろしくお願いします。楽しみにしててください。はい。